今回は、今期アニメランキングに対する解説と、ネットの反応をお届けします。当チャンネル独自のランキングだね。対象は2023年夏アニメ？そう。今回は上位ランキングを発表するよ。あくまでもうプ主の独断と偏見で選んでいるので、順位についての異論は受け付けませんのであしからず。それでは早速順位発表と各作品に対するネットの反応をお届けするよ。ワタンコは終盤に来てだるい展開になったな。時間が異様に長く感じる。ワタコンは配信ランキングで夏アニメ2位まで来たから一応成功じゃね。実写映画の宣伝のおかげとは言うなよ。上田玲奈の演技やりすぎじゃね。すごく演技臭くて見ていて疲れるわ。この演技が続くなら最後まで見るのしんどいな。演技が足りないもっと出番増やせ。後かやネルの方向先の生活をスピンオフで出せ。サイモリ家編ではミオ旦那様が救う展開だったのに、ウスバ家編になった途端にミオ最強、旦那様かやの外だからな。まあミオがキヨカを助ける展開じゃなくキヨカがミオを助ける展開が見たい。そうは今の展開はがっかりしそうだが、ワタコンは時代に逆行した旦那様の停止感覚感が楽に新しいというかカセット化した昭和の男感がノスタルジックだったのに。出だしが良かっただけに実に惜しいアニメだったな。ダークギャザリングは作画微妙だけど中身の面白さで総合ランキングには入ってる。今期じゃ面白い方だよね。コロコロとかボンボンみたいなキャラどうにかならんかったの。今さらダークギャザリング見てるけど面白いな。オープニングで切ったのは失敗だったわ。2クール目はすごい面白くなるとか言ってたな。ダークギャザリングは心霊スポット観光アニメ。自分の行ったことある心霊スポットが S ランクだったからちょっと嬉しかった。ダークギャザリングはポケモンバトルやり始めてからが本番だぞ。昔のテレ東の夕方にやってた安いキャラデザみたいで切ろうとしたけど切らなくてよかった。オカルト有利の夏クールを最大限に活かした手腕は見事。無職いいね、シルフィー可愛かった。ようやく、クソーザイ図書館終わった。無職は一番の見せどころなのに省エネ作画で SE と合ってなかったり色々残念な作りだった。無職2期の学園ラブコメは人神の誘導や王女のお膳立てありきの進展だからもやっとする。原作読んでる自分は七星推しですわ。無職はキモさでデバフかかってるけど真面目なテーマも上手に扱えてるのが強い。海外でも人気だし不人気な賞もうまくやりきったな。絶対3期までやってほしいから人気が出るのは嬉しい。タテとかリゼロとかの注目作以外の量産なろうはもう無職だけ見とけばいい気がしてきた。呪術面白かったわ。東京の光景がいいわ。呪術はハロウィン連動がまずいので宣伝などトーン落としてる感じするな。呪術、主人公がバッタボコる展開とかどうなの？バッタ男面白かったじゃん。休憩会にはちょうどいい。呪術バッタの説明いる？1話丸々戦うくらいの相手ならともかく。バッタ戦は原作だと五条が戦闘始めてその途中に入ってるのもあって相当微妙だから前にして五条戦まとめたの英断だと思う。うん、ほんとだ英断。これはマッパの改編を指示したい。話の順番入れ替えたのか。ハロウィンの日に五条バトルを合わせたのかな。イタドリの表情がな、もっと聞き迫るような感じが好きなんだがなんか軽く見える。7人ぶち切れるとこも伝わりにくそうだな。渋谷のおどろおどろしさって一般人が無造作にすごい勢いで虐殺されてくことによってイタドリたちが抱く切迫感も大きかったと思うんだけど、その感じは今んとこないね。来週以降に期待か。渋谷事変は呪術廻戦の最大のピークだぞ頼むわ。ワンルーム勇者おもろかった。作画も神がかっていて制作陣の熱意が伝わった。ワンルーム話題になってたから見てみたがくだらんなろう系と思ったら全然違うやん。タイトルで損してんな。視聴者の半数はタイトルで切ってそう。いやえで切ってるだろ。同じブサイクおっさん主人公でも異世界おじさんぐらいギャグに振り切ってればいいけど。愛の遺伝子、ワンルーム勇者、ダークギャザリング、ヘルク。今期は絵の癖が強すぎるんだよ。ワンルーム勇者で大空直美を見直したわ。いつもの幼女以外にも大人の妖艶な演技やギャルやおかんまで幅広いんだ。英雄王でケモキャラやってたけど幅はあるんだと思う。ただ求められるのがジャヒー様とか宇崎ちゃんなんだと思う。正直に言うとこんな無名アニメがこんなに燃えるとは思わなかった。バトルで手を抜かないの好き。最新話のバトル作画は作者も嬉しいだろうな。原作だとフレットは1ページ、レオも2ページくらいしかないのを盛りまくってる。過去の栄光や現実との間、本来あるべき姿、友人の成功、まさにおっさんのためのアニメだ。だからお前らおっさんは見れ。派遣は呪術かワタコンじゃないかな。自分の派遣はワンルーム勇者だけどな。アンデッドは人狼編に入ってから面白いね。デートの実話をなぞってる感じもいい。落語家が戦闘もやってるみたいで斬新すぎる。設定が馬鹿げていても面白いものが作れるという見本みたいな作品。基本
主人公と生首のセリフ回しだけで持ってる。劇版もいいよ。これで劇版かもなく不可もなくって感じだと魅力激減してたと思う。面白いんだがな。いかんせんもっと尺を詰めて話を作れないのか。毎回もっと進めてほしいってなるな。じっくり丁寧にやってくれるのは好きだよ。どうせ原作も完結してないしな。たまに凝りすぎて初見ではわかりにくい演出あるよね。2回目見るとなるほどと思うけど。ルパンホームズワトソンモリアーティーオペラ座の怪人カーミラフランケン切り裂きジャック有名人を一堂に集めたことですごいカオス感あるわ。夜や建物内のシーンが暗すぎてよく見えないな。せっかく前編神作画なのにもったいない気がするね。英語のレビューを見てみたら向こうでのタイトルはアンデッド、マーダーハルスでガールがどこにもいない。海外ではアニメにガールがついてると魔法少女ものだと思われがちだかららしい。なるほど。ガール感ないからじゃねえの。実際ばあさんだし。見た目はガールやろがい。しずくさんの豊島のイカズゴケ感。原作だと1話時点で22歳。そんな若いのか。誰だよ34歳高齢メイドとか言ってたの。今つべで上げてる劇版最高だな。サントラ出たら買いたい。ヘルクは料理が最後のギャグだっけな。ここからワンルーム見たくシリアス路線。10月より始まる第2クールに向け七尾七月先生が作画を手掛けたヘルク新ビジュアルが公開されました。このイケメンは誰なのかな。明日ちょっと前出すぎじゃね。終盤の明日ちゃんはお色気サービスまでしてくれるからこの位置が妥当だバカ者。ビューイどこ見てんねん。2期オープニングいいなこれ。作中のセリフが歌詞に練り込んであるらしい。ババアの匂いは入れるの忘れた。 PV だと2クール目はヘルクの過去編がついにみたいな見せ方だったけど1クール目で過去編入らないのペース的に大丈夫なのか。2クールで最後までやらないのはすでにわかりきってるし。ワンルームがシリアス展開で好評になってるの見るとヘルクも期待値高いな。2クール目楽しみ。ヘルクのブチギレシーンがいまいち迫力なかったので作画半変わる2期の戦闘に期待。公式つい見たら人間の多すぎただったのか。やっぱすぎただよなあれ。なんであなたがこの役をと思ってしまった。最近は何か始めるとき、よーし、というようになった。いくら、よーし、正規本でもワンちゃんのツッコミは飛んでこない現実。ヘルクが終わった後に数もの CM が流れるとピューイと見間違える。とてもわかる。いいよね伊沢しおり。ワンちゃんは素晴らしいな、最高のヒロインだわ。アニメ化してくれただけでもありがたいけど、欲を言えばもっといい制作会社であればよかったな。今期の不作を考えると実にもったいない。高望みしすぎ。サテライトは制作会社としては中間くらいだしスタッフもベテラン揃えてるから完成度は悪くない。確かにクオリティ高いアニメに慣れてたかも。求める水準が高くなってあら探してる自分がおる。すまん。まあアニメ化に贅沢言い出すのはキリないからしゃあない。エンディング地味にいいのは嬉しい。エンディングはほんといいよな。曲も歌詞も完璧すぎるわ。愛の遺伝子みたいな質アニメもっと増えてほしいな。キャラデザが20年前。ワイは好き。第2部はシリアスアクション系になるらしいな。どういうことや後半ってこと ?2 クールなん。どこまでアニメ化されるのかわからんけど原作やと一旦終了して第2部でそんな感じの展開っぽい。なんかエンディングにいるキャラでまだ出てないのいるけど全員回収されなさそうな気がしてきた。話自体は綺麗に終わったんじゃないでしょうか。続いても別にそれはそれで話を作れそうな脚本の質も感じた。綺麗に終わったな。まあまあ楽しめた。1話で中学卒業、最終回で高校入学だから春休みの間の出来事だったのか。ハッピーエンドでよかった。X で最終回の感想見てると終盤は持ち直した感じらしいけど途中で切った視聴者が多そうだから2期は厳しいかもな。もう終わりか。キャラ揃ってきてこれからなのに、メダルも集め終わってないし。来週で終わりなの?せっかくメンバー揃ってこれからなのにね。あと1話ですごい中途半端だしさすがに2期あるやろ。原作3巻までだから原作の続編でないと2期は当分ないよ。妖術は1期から2期まで5年間も放置されたしな。なろう原作は完結まで十分話はあるけど書籍化してからとなると2期やるとしても相当先だろうね。残念。2期の序盤は微妙だったけどボルターが男気見せてから面白くなってきた。月額見放題 DMM 独占にしちゃってるのもったいない。学園編1週間で終わりか。ダレスさんあんなにクール悪役だったのにすっかりポンコツ乙女に。こんなタイミングで新キャラ出てきたけど3期あるのだろうか。雰囲気いいし丁寧な作り出しやるならやってほしいな。メガネってアハレンさん系よな。からかい系とはなんか違う。好きメガの作品評価は C でもミエさん単体は B プラスくらいある。学習しろよってイライラしない。メガネ主役は養護学級の担任を目指せばいいと思う。ものすごい忍耐力。C
作者が頭悪いタイトルつけたんでメガネ何度も忘れるとか脳みそ足りない残念キャラすぎてイラつく。主人公の声だけで8割は1割だろうね。この声で不満なく見れてる人は寛容さが突き抜けてるから誇ってもいいと思う。最初はビジュアルにマッチしてなくて全く受け付けなかったが根が真面目なキャラって認識するにつれ慣れてきたわ。原作読んでなかったから特に違和感なく受け入れた。声優がド下手ってわけでもないし、ガンダム X の主人公の声を聞いた時の衝撃に比べれば、いろいろ突っ込みどころ満載だけど頭空っぽにしてドロドロしない健全なハーレムでキャラ立ってるから読みやすいと思う。作画ひどすぎてくさ。あえて作画を落とすことで作風とマッチさせて2010年代前半アニメの空気感を出す高等テクニックぞ。なんかすごくいい意味で古いよな。10年前のアニメで当時の反応を調べてもセンス古いって言われてそうな感じで。ヘルクが1位って、だってしょうがないじゃん、面白いんだもん。まあ、うちらサテライトに甘いかもね。石田明や松岡義継みたいな大物声優の使いどころといい、センスが好みすぎて仕方ないんだよね。あとは大半ピューイが持っていったよね。伊沢しおりさんは人材をやらせたら右に出る者はいないね。これで2クール目からはシリアス路線になるんでしょ。今から楽しみで仕方ないよ。2位のアンデッドガールは作画が完璧だよね。あの激しいアクションシーンを一切手抜きなしに描いてるところがすごいよね。あとはやっぱり脚本と声優さんの技量かな。八代拓さんの真打ち津軽が好きすぎて仕方ないよ。あれは八代さん以上に演じられる人はいないと思うな。ズローニ剣心の佐野助と全然違う演技で本当に同一人物なのかと思うよね。3位のワンルーム勇者も大空直美さんの演技が持っていったね。宇崎ちゃんはそんなに好きじゃないんだけど、魔王様の演技は本当にドンピシャすぎてハマり役だよね。中盤ちょっとだれちゃったのがもったいなかったな。7位のワタコンはぶっちゃけがっかり枠でもあるな。私、実は原作漫画を1話だけ読んだんだけど、その時は異能バトルだと知らなくて、ただ単にママ母と義妹にいじめられる話だと思ってたよ。そこからの大楽天を期待してたら謎の異能バトルに突入して、え？ってなったよ。正直、異能バトル編あんまり面白くないんだよな。スレミンも言ってたけど、カヤネルの方向編を見せてくれた方が良かったよね。あの生意気な女がへこむところが見たかったのにね。県外では、好き目が、がもったいない感じかな。和歌山紫音さんの演技はすごく可愛くて好きなんだけど肝心の作品がどうにも受け付けないんだよね。やっぱりメガネを忘れるだけで12話は無理があるよね。もう少しなんとかすればアハレンさんになれたのに、本当にもったいないなぁと思った。長くなっちゃうので、この他の作品の総評についてはコメント欄で解説するよ。皆さんの今期アニメランキングをコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。